18日から4日間、愛知県豊田市の中京ゴルフクラブ石野市で、女子ゴルフのブリジストンレディスが開催される。渋野ひなコサントリーは、16日に大会コースで練習し、10番からインコースの9ホールを回った。稲見もね楽天ら選手と再会を喜び、ハイタッチやハグを交わした。練習ラウンドでは、 上野七子コーナーやスタッフらと談笑しながら、リラックスした雰囲気で調整した。渋野日奈子は、絶好調です。と笑顔で話していた。大分、コーチと相談してショットを修正したのではないかな。サムの痛みは、腰痛同様、ゴルファーの職業業みたいなところもあるので、80%の力で調整しつつ正確性で立ち打ちできるようになって、 欲しいです。期待してます。T ショット打たないとなると手首の怪我は、まだまだなんだな。心配だな。また、アイアンショットも打ってないのかな。グリーン周りだけなんか、トレーナーとか、病院で診察してると思うが、やはり身体が一番だし、故障しながら試合するとなるて怪我を長引かせることがあるし。 米国ツアーの試合で優勝争いしてほしいから今回はほどほどでいいかな。無理しないでくれ。一番不安なドライバーの練習ができないのは痛いですね。でも、今回は久しぶりの国内での顔見せと、試合感のための出場だと思うのだ。成績はあまり気にしてないと思うが、予選落ちをすると、 意外と続く選手が多いので予選通過だけはしてほしいですね。リアルタイムでの主張は難しいが、シグの選手が出るなら後からでも見たいけどたった一試合だけなので、配信に加入するか迷うね。今週も岩井姉妹は活躍できるかなこの姉妹のプレー派選手だけでなく、昨年から見ていて強気に攻めるし、プレーも早く気持ちが良い。これから順調に育って、 欲しいね。渋野は、昨年の二の前にいらないように、決勝で優勝争い。できればいいな。やはり、渋野選手が出るとなるとワクワクしますね。本当は、怪我の治療に専念して欲しいところですが、日本ツアーで久々のプレーですから期待しちゃいますよね。久々渋野さんの笑顔が見れる。国内ファンが退去して集まるだろう。優勝して、 満面の笑顔が見たいが、少なくとも優勝争いは演出してほしい。英語が苦手だとマッチプレーは回避しちゃうんだろうね。本来そういった駆け引きはうまそうですけどな。対して、クルエさんは祖国にしてないんだろうか。去年もマッチプレーでいい成績 W。怪我の具合はいかがでしょうか。ギアの調整、ボディメンテなんかで忙しいでしょうが、ちょっとリフレッシュ。 リラックスしてくださいね。渋の選手は、休養が、十分ですが、西村選手が、時差ボケが、残っているのではないかと心配ですね。なんとか予選だけは、確実に通過してほしいですね。まだテーピングはあるようで、ショット調整もセーブしてるようですが、ひまわりのような元気な笑顔を振りまいてて、ちょっと安心。 今週はユネクストでライブを応援楽しみです。今年初の日本ツアーだね。期待しますよ。大会前のコメントはいつもながら。素晴らしい。予選落ちだけは、やめて。4日間戦ってほしいが、こればっかしはね、結果上位で終わってほしい。絶好調です。ほんまか。ほんまなら、これほど嬉しいことはない。また、 大勢のギャラリーを引き連れて4日間戦ってほしい。ユーネクスト感ながら応援させてもらいます。左手の怪我の回復具合が知りたかったな。練習の仕方が変わってないから、感知はしてなさそうだね。でも、しぶこ本人の言葉を信じましょう。しぶこは、毎度毎度騒がれて大変だよね。久しぶりの日本での試合、頑張ってください。 手の故障だけが心配。それが大丈夫なら、実力発揮で好プレイを期待。頑張れ。土日に、医師のコースへ、支部のプロの応援に行きます。絶対予選は、通過してくださいよ。手首の状態が心配。あと、上野七子選手に、わざわざ、未勝利、をつける必要ないと思う。優勝してください。 帰国の二人期待します。体が大事。絶対無理はしないでください。せめて、ギャラリーのためにも予選通過。優勝してね。絶好調でも平気で予選落ちするからわからない。ただ、単に日本の楽なセッティングで、プレイしたいのかな。競技への気迫、感じられない。一打集中でビクター、ゲガして、 ドライバーの練習できなくても予算通ったらそれはそれで微妙だ。結局スイング改造は失敗だったの。期待しないけど、スイング戻した。レベルが上がっている日本ツアーで予選落ちしないようにね。渋野の優勝はない。バンド、もうちょいピチッとした服装仕様な。なんだかんだでこの人結果出さないしな。ブリジストンと渋野プロとはどういう関係 所属のサントリーレディースには出ないで。わざわざ帰国。サントリーは気分良くないだろうな。上半身鍛えすぎ、いい子だけど、女子ゴルフ、ブリジストン、レディースの予選ラウンドの組み合わせが発表された。渋野ひな子は、前年覇者の西郷真央と、今季メジャー第一戦のワールド、サロンパス、カップを制した吉田優里と同組となった。 18日の第1日は、午前7時40分に、10番ホールからスタートする。渋野はこの日、上野七子と院の9ホールをラウンド。岩市里は金田組子、アマチュアの馬場崎と同組、西村ゆハ灰ナミもね、山下美優と同組になった。人気者渋子さんアメリカ本店で頑張っているが、久しぶり日本本店に戻ってきて大騒ぎ。 新生渋子さんで、青木賞コーチとスイング改造だ。左手負傷のティーピングが取れているのか。UNEXT で確認したい。コースを回って、調整の後。絶好調、と答えていたので、4日 UNEXT で見させてもらいます。安田友好プロには、予選通過で応援したい。当面それで十分。ここが目標ではありませんから。 とにかく美しい瞳を拝見したい。女子ゴルフは熱戦が続いています。大会前におちゃらけた、ふざけたコメントはいりません。実力者というなら、その実力を存分に見せてください。米女子ゴルフの国、地域別対抗戦、ハンファライフプラス、インターナショナル、クラウンの一次リーグ最終戦が6日。 サンフランシスコの TPC ハーディング、パークで行われた。B 組で、すでに敗退が決まっていた日本は、韓国に2敗を喫し、通算1分け5敗で同組再開に終わった。一次リーグは、2人1組で、E4 のスコアを採用するフォアボール方式のマッチプレーで争われ、日本は、畑岡奈紗、フルエア・エアカ組が 3&1、佐藤優香、誘う シブのヒナコ組が 3&2 で敗れた。A 組はスウェーデンと米国。B 組はタイとオーストラリアが7日の準決勝に進出した。対戦もオーストラリア戦も白熱した接戦だったし、そもそも韓国には一分けいっぱいでしょ。日本レベルが低い女子プロゴルフツアーのメジャー初戦。ワールドレディスサロンパスカップの第3日。 ツアー未勝利の佐久間明かり、大東健んが、男子ツアー歴代最多94勝の師匠、お先正さつの猛撃で目を覚ました。佐久間は、得意のアイアントパッドが好調で、5バーディ、2ボギーでベストスコア69をマーク、11打差29位から3位へ急浮上し、 2019年大会の支部のひな子声となる20歳147日での大会最年少優勝を射程に捉えた。佐久間は最終日4打差を逆転し、新婚で先月30日に誕生日を迎えた後藤マサルキャディのサポートも力に、